敗確実だっつうのに。やめようよ、もう。無謀な作戦かもしれない、教えに背いてるかもしれない、だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんなシンを倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない、そう思わない？わったよ。でもな、俺は機械を認めない、教えに反することは認めない。召喚師様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノック老臣もいらっしゃいました。キノック様もですか。はい、ユーナ様もお急ぎください。まもなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか乃木寄りだな。当たり前だろ、俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだってのに。あー、くそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみろ。おお、シーモアから聞いたが、本当に会えるとは思わなんだ。さしな、アロン。10年ぶりか？エボン四老師の一人、ウェンキノク老師よ。エボンの総兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね。作戦準備すべて完了との報告がありました。わかった、下がれ。はっ。なあ、アロン、この10年何をしていた？作戦が始まる、そんな話はいいだろう。どうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでえ。キノック老師、ああ、始めてくれ。あいつが老師とはな。聞こえたぞ、アーロン。この10年、いろいろあった。お前はどこで何をしていた？友との約束を果たしていた。まだ終わっていない。一つ教えてくれ。お前はザナルカンドを見たのか？気持ち悪いね。そろそろよろしいでしょうか。外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら私に言ってください。皆さんの準備は整え。キノック老師、お願いします。シンは来るのかな。シンのコケラを取り戻しに必ずやってきます。念には念を入れてコケラに悲鳴を上げさせるのです。そんなことをしなくてもシンは来る。シンは俺の親父だ。アーロンが言ってたこと思い出した。
みんなは？どうなってんだよ、おい、なあ、どうなってんだよ！無駄です。今のあなたには無理です。でも、何かしたい。ユーナ殿。なんでシンを追いかけたのか自分でもよくわからない。頭の中ぐちゃぐちゃで、気がついたらあいつを追いかけてた。シンへの怒りとか、帰りたいとか、ザナルカンノのこととか、親父のこととか。
んだ。ジェクトは練習嫌いだからもうすぐ引退なんだってさ。勝手に言わせとけ。俺は特別なんだ。ジェクトは叫びたいだからもうダメだってさ。酒ぐらいいつでもやめられるさ。じゃあ今やめなよ。なんだ？やめられるんでしょ。どう？明日できる。どうして泣くかね。情けねえ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユーナは踊る。あの悲しい踊りを。ユーナはあと何回、シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかったな。たくさんの物語は終わったが、お前の物語は続くようだ。俺は家に帰れなかった。